はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきましょう。ちょっと前にライブでも言ったんですけど、11月はすいませんけど、あの YouTube でのライブはちょっとできそうにありません。まあ YouTube のライブをね見た方は分かると思うんですけど、一旦ねあの動画の中でもね言っておこうかなと思いまして、ちょっと待ってマリオマリオ待って、マリオマリオあんなに前でヒップドロップいっぱいしてたのに、今は一番ドベだね、ドベ僕になったなここアイテム取っていこうか、まあ、一番後ろだからアイテム取っていきます。これで被弾して早く行けるっていうもんでしょう。うわ全然敵おらんえせっかくアイテム取ってったのに全然敵おらんくない？もうこのカロンぐらいでしょ、もうこの骨だけでしょ全然おらんやん。え、ちょっと待って、もうちょっといっぱいいて、もうちょっといっぱいいて、うわアイテム取ってってよかったなーって言わしてうわここで上か、んーなるほど、くっ、あここさこんな感じで、うわ届かねえ、よし右、オッケー、そしてうわゴールっぽいね、めっちゃゴールっぽい、あー絶対ゴールやん、ルイジ待ってくれてるっぽい、ありがとう。さてまあ今更なんですけどね、僕一応マリオメーカーの、まあ、実況者じゃないですか。まあそれは自分で自負してるつもりなんですよ。いやお前みたいなやつ誰も知らねえよみたいないやいるかもしれないですけど、一応僕マリメ実況者なんですよ。まあずっとマリメやってるんですけど、主にみんなでバトル、まあそれでもねみんな飽きないでよく見てくれてるっていうのはですね、ほんと感謝ですよね。まあ急にね何言ってんだピオキングみたいな急にどうしたみたいな、でよしこっち下あり、こっちはありだ、よしこれは右でしょ、なんか左下行ったらさアイテムとかありそうだけど、これ一回下の方行こっか、下の方がなんか良さげな感じだね、よしよしこれ安心していけるあもうゴールあってくれないかな、これなんか安心だね、右下の方にゴールあってくれないかな、どの辺にあるだろうね、上にドカンとかあってもきついな、ちょっとルイージと同じ、あ上上だ、上違う下下、あそっちゴールっぽい、待ってこの辺ドカンドカン、あえなんもない、多分左下っぽいね、左下っぽい、だから僕上行きます、左下っぽいだから僕上行きます、マリオ読んでんな、マリオ読んでる読んでる、マリオ多分そのこと読んでる、ここだここ、これ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 が正解っぽい、よしわあ迷路だったか、いや迷路じゃねえな、さっきねみんなに感謝してるって言ってたじゃん、まあその話の続きなんですけど、まあねマリメを実況ずっとやってて、まあみんな飽きないのかなって結構ねたびたび言ってるんですけどね、まあでもその中でねちょっと非常に素敵なねあのコメントがありまして、ピオさんのねあのマリメなら飽きないって言ってくれてる方がねコメントであったんですよ。いやそういうのめちゃくちゃ嬉しいですよね、もうそれで僕はねもう本当にマリメを頑張ろうかなって思いましたね。よしオッケー、中間ポイント取っていこうか、ちょっと待って、え、うっそ、そこに隠しブロックはないな、うーわルイージ諦めてんの、え、ルイージ諦めてる、え、どうした、まだ諦めるのは早いでしょ、あ、これ上から行ける、お、なんか上から行ける、もしかしてなんもねえやなんもねえや、ドナルド P だよん、かわいいね、スーパーマリオブラザーズ2マッシュルーム4プレイヤー VS、なんかさスーパーマリオブラザーズなんとかかんたらでマッシュルームっていうの結構多いですよね、コース名で、あのマッシュルームって何なんだろうね、まあ、キノコ、まあ、キノコっていう意味だろうけど、そのキノコは何なのかな、キノコを取っていくみたいな感じかな、あーこのことかな、キノコって、よしオッケー、でこのままよしオッケー、次右ここか、いけるかな、オッケー、そしてこれ何なんだこれ、こっちジャンプ、いけねえ、なるほど、ここで雪だるま出すのか、うわ新す、めっちゃ新すいこんなんあるんだ、あーかわいいね、よしでここ抜いていきます、うわこれでルイージとかに結構差つけられたんじゃないかな、でこれはこのまま持っていくみたいな、でこうするみたいな、おおなるほどなるほど、いや多分みんな分かってるっぽいな、でこれはこのままジャンプ、これ難しい、じゃあオッケー、よしこれ誰が勝つかマジわかんないね、でこのまま抜いていきます、うわキノピオとキノピコ早いね、もう鍵取ってる、ルイージはもう抜いたけど、え一番じゃないこれ、ほら結構いいとこ行ってない、これ落ち着いていけばいけるいける、でこのまんまゴー、そうそうそう
もう一丁ジャンプ、オッケー。え、これはこれ謎、え、これ超謎なんだけど。なるほど、このまま多分ね大ジャンプしてこんな感じ、そしてえ、どうなんだ、なーる、オッケー。いや楽しい、楽しすぎでしょこのコース。でも今僕1位でしょ、来た、これ絶対勝ちでしょ。そしてこんな感じか、オッケーオッケー。よしよしよし、まだ誰も来てないね。うわ絶対今の勝ったと思った、マジで絶対勝ったと思ったわ。うわなんかもうなんかなんかないなんかだね、恥ずかしかったねさっき。もう絶対勝ちだと思ってたんだけど。そしてこれなんか1の1と似てない、よしこれ4つ目なのか、あそうじゃないここなんか1の1っぽいんですよね、ほらほらね、これ1の1とめっちゃ似てない、そしてこのままゴールあるみたいな、あこれ、いやある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 、ワンチャンある、よしオッケー。あのこのメインバトやってるとさ、あの顔がない人って結構いるよね、まあ、顔なしアバターっていうのかな。さあ今度は4人用アバター、あ違う4人用コースって書いてたね。一番下に行きたいけど一番下取ら、よし来た、一番下行けましたね。一番下がねこういうのって結構有利なこと多いんですよね。よし来た、そしてこれはあいいいいいい、こういうコースめっちゃ好きですよ。でジャンプジャンプ、オッケーオッケー、ここはしゃがみジャンプあんまいらんっぽいね。でこのまま走っていきます、よし、ちょっと、いや、うまかったね、今のチョビちゃん。そして、こう、一回止まって、ジャンプ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 、オッケー、うまい、うまい、うわ、ルイージ、いい勝負だね。よし、このまま、ジャンプ。いや、でも僕の方が早いよ。よし、オッケー。ちょっと、結構いい勝負だな。あ、よし、いや、いい勝負っていうか、負けてる、負けてる、うわ、これは、シャガジャンだ、きっと。シャガジャン、シャガジャン、オッケー。うわ、ルイージ、うまい。今のシャガジャン必要あった。で、こう、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、来た、ちょびちゃん、ちょびちゃん、ちょびちゃん、レート上げたい。おー、でも4000か、あ、え、A 隊いなかった、A 隊、A 隊いたね、僕だけなんか5000なんぼとかだったね。デカマリオのままゴール、これはね、結構チャンスなんじゃないかな。え、ね、結構チャンスだと思うんですよ。いや、別に、あの、批判するつもりはないんですよ。レートが下だからって言って。レート関係なく、やっぱ上手い人は上手いんで。でもね、やっぱレートっていうのは、お、来た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 。で、次は左、オッケー。やったった。よし、ジャンプジャンプ。これ負けられてないね。負けてられないね。なんて言ったよ、僕今なんて言った。よし、このまま右に渡っていきます。いや、でもレートはですね、あの、結構強さに比例してくる部分が多いんですよね。実際のところ。よし。で、ジャンプ。オッケー。お、キノピコ？どうしたんだい、キノピコ。ね、どうしたんだい、キノピコ。これはジャンプしなきゃいけないよ。よし、オッケー。ここは、下からすり抜けていけなかったかな。で、ジャンプ。オッケー。よしよし。で、このまま走っていきます。このキノピコとね、結構いい勝負になってると思うんですよね。他はまあ、そんなに僕の後ろだと思うんですけど、マリオがいないな。マリオおらんくない？ほら、左はキノピコだけだもんね。よし、オッケー。これも、ジャンプしていこう。うわ、え？マリオもう行ったの？もしかして。え、超速くね？え？マリオ超速くね？あの、スイッチは何だろう？あの、スイッチの音何だろう？あ、マリオもしかしたら戻ってきたっぽいね。ね、多分そうだよ。あ、これじゃあいける。これ多分いけますよ。あの、キノピコともね、結構差がついてるもん。やった！これ絶対いけた！絶対いけました！はい。これ僕気になったんですよ。壊さないでさ、こっからしゃがんでいくみたいな。多分こっちの方が早いよね。ほら、見て。今の上手くない？多分、ああやって、しゃがみジャンプもね、駆使しながら、行くみたいな。これはどうっすん？危ないね、ここ。よし。みんな引っかからない方がいいよ。あのドスマジ危ないからね。そしてここら辺敵がね出てくるのがちょっと厄介だな。よし、上上、多分これは勝てる、多分もらえる勝負と思うんですよ。長いな、しかしこのままジャンプ、よし、これでゴールかな。やった、よし、危ねえ。これでゴールでしょ。よし、じゃあみんな待っておきますか。よし、オッケー。ポコニャンを超える、まずこのピオキングを超えてからに。さあそれじゃあやっていきましょう。ポコニャンを超えるキノピコだったね。おお、待って、ルイージ、あっと、ナイス。でこれ右でしょ。お、熱い熱い、
これ右行こう、一番下行きます僕。これはジャンプ。うわ最悪、うわこれめっちゃ最悪じゃん。これ左戻れないよね。うーわ出たー、マジかよ。スタートから入れ直そう。これ下から2番目だったね。それしてカーボンをね2人倒さないけんね。キノピコじゃない、キノピオ戻ってきてるね。またルイージ投げてるよもういいじゃん、もうルイージもういいじゃんこれ下から2番目だったのは分かりました。こっちでいいんだけど、そしてキノピオどこでやられた。多分ここで一歩くらい、なんかほらほらほら多分ここで一歩。そして次は、あ鍵がないね。待ってルイージいるんだけど、おおキノピオ戻ってきた。ええちょっと待って、キノピオここでしょ。やっやった、来た。これは僕抜けていきます。はいはい来た、このままゴールやったこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。